皆さんこんにちは。今回の動画は以前挙げた244話で気になったポイントをもう少し追っていき、また今後の展開も予想していきます。あとこの動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。まず1個目に掘っていくのは244話の冒頭で描かれていた現在行えている夏祭の帝都ピッチャー陣、右から古谷、沢村、川上、金田、なぜこの並び順に描かれていたのか。番号順なら古谷、沢村、川上を入れ替える必要がある。また背の順なら川上と金田を入れ替える必要がある。主の層としては現在行えている夏祭防御率の良い順かなと思っていましたが、右から古谷今大会4回戦と準々決勝に先発で登板。4回戦の八王子戦では7回を投げ自責点0、準々決勝の創成戦では8回を投げ自責点1、計15回を投げ自責点1、防御率は 0.6。 沢村今大会3回戦5回戦準決勝計3試合に先発で登板。3回戦のイラ総合戦では3回3分の1を投げ自責点2、5回戦の乗金学園戦では5回を投げ自責点0、準決勝の参考戦は途中ですが8回を投げ自責点0か1。ちなみに準決勝の自責点0か1に関しては4回の表聖堂倉持前園間のミスで塁上にランナー許してしまい、その後沢村は参考5番佐々木にレフト前先制打1対0。もしこの倉持前園間のミスがエラー判定だったら計16回3分の1を投げ自責点3、防御率は 1.65。 エラー判定じゃなかったら計16回3分の1を投げ自責点2、防御率は 1.10。川上今大会3回戦と準々決勝にリリーフで登板。3回戦の由良総合戦では3回3分の2を投げ自責点0、準々決勝の創成戦では1回を投げ自責点0、計4回3分の2を投げ自責点0、防御率も0。金田は今大会登板なし、すなわち記録がない。この結果防御率が良い順なら右から川上、古谷、沢村、金田、この順になってしまう。しかし古谷と沢村は先発での成績、川上は継投での成績、投げているイニングは10イニング近く違うので、先発をした人を優先すると古谷、沢村、川上、金田、今回主が予想した防御率が良い順に該当するかなと思います。伊沢美様、244話冒頭の制度ピッチャー陣、右から古谷、沢村、川上、金田、なぜこの並び順で描かれていたと思いますか。思いついた方はぜひコメントお待ちしております。次に2個目に掘っていくのは川上の笑みについてです。今回の244話では8回表の内容以外にも川上と古谷の絡みが描かれていました。川上は242話から聖堂門脇監督から登板禁止令を出されていたにもかかわらずブルペン行きシャドーピッチングを開始。この行動を見た古谷は244話でこんなことを言っていた。終わらせません、ここでは勝てば続きますから。この発言を聞いた川上はその後笑みをこぼしていた。一体なぜ川上は笑みを浮かべていたのか。このことについて何か思いついたリスナー様の方、コメントの方をお待ちしております。ちなみにこちらの動画でも言いましたが、今回のフリアの発言は第2エース単行本20巻勇気の大夏祭決勝の NS 戦、当時3年生だった聖堂丹波が7回裏途中で降板するときにファーストを守っていた聖堂勇気が丹波にかけていた言葉と似ている。このまま漏れせやしない、必ずもう一度お前をマウンドに立たせてやるからな。しかし勇気の大夏祭はこの発言を実現することなく決勝にて敗戦。現在行えている夏祭準決勝聖堂対三高戦は8回表終了して0対1と三高が1点リード。いくら聖堂沢村が終盤戦で良いピッチングをしようと打線の援護がなければ甘久が8、9回を0で抑え、最悪聖堂は敗戦する可能性あり。果たして聖堂打線は甘久を攻略できるのか。今回の古谷の発言ではこういった敗戦のことについても考えてしまいました。続いて3つ目に掘っていくのは三高の考えです。現在行えている夏祭準決勝聖堂対三高戦、三高田原監督は聖堂にいくら良いピッチャーが複数人いようとマウンドに立てるのは一人、天下なら問題ない。つまり田原監督は天下に絶対的な信頼を捨ている。またこの発言から三高ベンチは聖堂川上が準決勝で登板できないことを知らない。現在の夏祭準決勝聖堂対三高戦は8回表終了して0対1と三高が1点リード。三高としては残す2イニングを0で抑えれば勝利、もし1点を許した場合は延長戦も考えられる。三高の控えには三崎照井、この試合は天下の力投もあり現在聖堂打線に1点も許していない。こちらの2名では不安要素があるため三高としては延長戦には持ち込みたくないと思います。最後に掘っていくのは単行本20巻についてです。今回の244話では第2エース単行本20巻と被っていそうな部分が2つありました。まず1つ目が前の子に出ていましたが、今回の244話フリアの発言と単行本20巻勇気の発言が似ていること。2つ目が今回の244話の最後のページと単行本20巻の表紙かつその単行本20巻の168話最後のページの構図が似ている。ぜひ単行本20巻をお持ちの方、またお持ちではない方はツタヤやゲオでレンタル購入、最悪ブックオフで立ち読み、もしくは購入、他にも被る部分があるかもしれないのでチェックしてみてください。もし被る部分がありましたらコメントをお待ちしております。
ここまで244話の気になるポイントを掘っていきましたが、ここでのポイントでは244話の続き、245話以降はどうなるのか予想していこうと思います。244話では8回の表が完結したので、245話からは8回裏から始まります。8回裏は7回裏で1番金村が最後のバッターだったため、先頭バッターは9番沢村、まず最低でもこの8回裏は9番沢村、1番倉持、2番春一、先頭の沢村を含めたこちらの3名に打席が回ってきます。沢村はここまで2の0、倉持春一はここまで3の1、一体8回の裏はどんなイニングになるのか。8回の裏ノーアウトランナーなし、打席には9番沢村、このケース代打を送るのか送らないかの2択になってくると思います。ライドを送った場合はユイと麻生が素振りをし準備をしていましたが、ユイが濃厚、ユイは今大会ライド成績3の3、打席に立った際はどんなバッティングを披露してくるのか楽しみです。ちなみに参考までに、有給の出なさい現在のユイのような活躍をしていた当時1年生の春一は6回の表2アウトランナー満塁、8番タンマに代わって代打、春一はこの打席狙い球であったカーブを弾き走者思想のツーベースヒット、3打点の活躍。今回ユイが代打で登場した場合は春一のように塁上にランナーいませんが、一攫千金の一打、公式戦初のホームランを期待しています。ちなみに個人的には8回表の沢村のピッチングを見て、沢村のボールにはまだ力があるため精度を控え、ユイや麻生、この2名が代打行く準備はできていますが、代打を送る確率は低いかなと思います。理由の方はこちらの動画でも言いましたが、8回表で沢村が良いピッチングをしたことで9回表のマウンドに行かせてください。また以前沢村は2年春隊の方で甘い人からヒットを打っているから代打を送らないでください、こういったことを沢村は餌にして西方戦以来の片尾監督に直談判、この試合は沢村が良いピッチングをしていなかったら成立していない、沢村この試合8回を投げ19打者と対戦し被安打3本、3番宮川のエラーでの追加なかったら無失点、しかし0対1と精度は1点ビハインド、いくら沢村が9回元を抑えても打線の援護がなければ負けてしまう。で8回の裏はどうなるのか、8回の裏についてはまだまだいろんなことが考えられそうなので、後日別の動画で8回裏について深掘りしていこうと思います。あと今回の244話で8回表が終了したということで、9回表の参考の先頭バッターが決定、9回表は8回表で1番千丸が最後のバッターであったため先頭バッターは2番森、また最低でもこの9回表は2番森、3番宮川、4番星田、先頭森を含めたこちらの3名に打席が回ってきます。森はここまで3の0、宮川と星田はここまで3の1、宮川の出塁が参考の先制点に直結、一体9回の表はどんなイニングになるのか。この9回表については8回裏の内容によっていろんなことが考えられます。8回の裏、先頭沢村に代打を送った場合、9回表はフリアへ継投、沢村に代打を送らずヒットを打った場合は疲れた状態で沢村は9回の表のマウンドに立つかもしれない、また8回の裏に1対1と聖堂が振り出しに戻した場合、もしくは2対1と聖堂が逆転した場合、まだまだあると思いますが、いろんなケースが考えられるため一旦整理して後日別の動画で9回表の深掘りもしていこうと思います。また来週3月1週目のマガジンで来年数は救済であるため最新話は1週間後、そのため8回の裏と9回表の深掘り以外にももう一つの準決勝、稲瀬姿戦、この試合はどんな展開になるのか、また現在の各高校の戦力、新進気鋭と紹介されていた高海大姿、この姿にはどんな選手がいるのか、こういったことも取り上げて動画にしていこうと思います。また何かリクエストがありましたらぜひコメントよろしくお願いします。以上、今回は以前挙げた244話で気になったポイントを掘っていき、また今後の展開も予想していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思ったことはチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやってますので、フォローの方お待ちしております。